ト会長。ファビ、早く回復魔法を。ファビ、ラビ、それにソヒ、ここは一体？あんたが倒れてたから回復魔法をかけたところよ。体は大丈夫？私、生き残ったんだ。他のみんなは？誰も。ここにはお前しかいなかったよ。一体何があった？私たちはここ3階で今回の幽霊騒動の原因を探していたの。でもここに来たのは間違いだった。探索は失敗したの？最初はとても順調だったのよ。明かりが消えるまではね。何？なんで明かりが消えたの？危ない！私から離れて！奴が来る！奴？一体どういうこと？わざと一人だけ生かしておいて助けに来たみんなを狙うの。みんなそれでやられていった。私が餌にされたのよ。あれ、何なの？知らないわよ。いいから走りなさい。負けない。死んだ。正確には怪物がゴリラを飲み込んで、なんとか私たちだけ逃げられた。あと壁も自由に通り抜けてた。でも一番重要なのは光を嫌ってるってことだね。待って、あいつ光が嫌いなんだよね。一箇所だけ残して3階の明かりを全部つけるの。そうすれば暗い場所にあいつが来るんじゃない？
純に明かりをつけるだけだとすぐ消されちゃうから。私とファビは明かりが消えないように下準備をするわ。お前は3階の明かりをすべてつけてきなさい。もしかしたらゴリラを救えるかもしれない。ついてきて。これじゃ足りない。なんだい、しばらく商売は中止じゃよ。あんたがわしの助手になってくれたら話は別じゃが、まずはトカゲ、トカゲの肉を持ってくるのじゃ。早よ持ってこい。代わりにあんたを使ってもいいんじゃぞ。私が探し求めていた材料そのものじゃ。この匂い、ちゃんと持ってきたようじゃね。最後の材料は隅っこにあるあの一食い花じゃ。気をつけるんじゃ。うまそうな匂いを嗅ぐと花が暴れ出すかもしれんぞ。やっと全てが整った。さあ最後の仕事じゃ。持ってきた材料を鍋に全部入れるのじゃ。早く。
この匂い、この色、完璧じゃ。適当にポーションだけ渡して済ませようと思っておったが、あんたには才能があるようじゃな。あんたになら、これを預けても良さそうじゃ。真面目に精進すれば、もっと良い料理も作れるようになるじゃろう。次はサバージを試してみようかの。明かりは全部つけてきた。グズグズしている暇はないわ。退屈そうな相手じゃありませんか。ドライナさん、お前が明かりをつけてる間に分かったことがあるわ。あいつ、明るいところでは壁を通り抜けられないみたい。
あいつが突進してくる瞬間に明かりをつければ大ダメージを与えられるはずよ。私たちが明かりをつけてる間、お前にはあいつの気を引いてほしい。やれるよね？現れたわ。合図したらさっき言った通りに動い。よし、今のうちに攻撃するよ。始まってすらいないじゃない。冗談だって。ほら、こういうのちょっと照れるってか。本当にありがとう、ソフィ。もちろん、あんたもね。違う、正解はありがとうよ。本当にありがとうじゃ、ほから始まるでしょ。まあいいわ。とにかく3階を全部回ってみたけど、教授はどこにもいなかった。怪物の襲撃を受けてるのに、それでも上に行ったってことは何か手がかりを見つけたのかも。それが何かはわからないけど、先を越される前に行くしかないわ。ファディ、行くよ。この人たちは？ちょっと気を失ってるだけでしょ。ほっとけば目が覚めるって。それより早くソフィを追いかけよう。遅れたらまたネチネチ言われるよ。みんな、みんな大丈夫？よかった。一体何があったの？怪物は。君たちすごいのね。何か手がかりを探しているなら5階に行ってみて。教授が5階にあったんだって言ってるのを聞いたわ。ごめん、これだけよ。私はみんなを連れて君が教えてくれた2階に行くわ。君たちなら本当に学校を救えると思う。それじゃ頼んだわ。みんな起きて。2階に戻るわよ。各自ポジションは来た時と同じ。さあ出発。
イナスなの。Thank you.
いなさい。ですか。
言った分は全部集めたか。はい、問題ありません。教授、後ろ、後ろに。幽霊でも出た？ああ、人か。よく見たら人間どころか魔力も扱えない虫けらじゃないか。どうやら外部に助けを求めたようです。外部に助けを求めるなんて、偉大なる魔法使いとしてのプライドはないの？心配ない、身の程知らずの虫けらごとき。焼き払ってしまえばいい。ついに我らの悲願が叶う時が来た。さあ5階へ向かおう。魔力も扱えない虫けらどもに頭を下げるのはもうごめんよ。この世界は再び魔法使いが支配するんだ。時間がないわ、教授を探さないと。あそこ。大丈夫？しっかりして。一体何があったの？いきなり襲われた？なら誤解に行く理由が増えたわ。やられた分の借りはきっちり返さないとね。違う、見られたら困るようなことをしてるってことでしょ。なるほど。話はここまでにして、とりあえず5階に向かいましょう。ここまで来て出遅れたなんて展開になりたくないでしょ。